どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。やってきました。ホロスコープ星座占いです。今ね、水星が逆行中なんですよ。6月23日までね。やりとりとかもスムーズにいかなかったり、通信障害が起きたりしやすい時期なので、そういう部分も踏まえて、やっていきましょう。では、行きましょう。どうぞ。では、6月14日から20日までのそれぞれの運勢をお出しください。今週は天秤座から逆時計回りに行きたいと思います。天秤座ね、前回はカップの4の逆位置だったんですよね。新しい方向へ向かいますよ、いいカードだったんですよ。今週はね、この週はどうでしょうか。マジシャンの逆位置。この週は迷いとかあるかもしれませんね。なんか自分に嘘ついてたりしてませんか。なのでアドバイスいきましょう。アドバイスはこう自信を持ってくださいと。人任せにすることはダメ、自分でやるっていうことが大事です。他にね、何かやるべきことがあるかもしれませんよ。では次、サソリいきましょう。前回はソードの4の正位置、中継しましょうみたいなね、カードだったんですけど、今週どうでしょう。あれ？ソードの4の正位置、一緒じゃん。引き続き、ちょっと休憩大事かな、サソリ座さん。まあ、もうちょっと考える時間をね、費やしてくださいよって感じです。アドバイス行きましょう。まあね、この週は直感が冴える時なので、ひらめきとかね、大事にしてください。直感を信じて浮かんできたら行動よしっていう感じ。では次、いて座いきましょう。前回はね、ペンタクルスの4の逆位置、なんか欲張りが出るんじゃないのっていう感じだったんでしょうね、気持ち的にね。今週はどうでしょうかね。今週どうなりますか。カップの2の逆位置です。なんか気持ちが冷めちゃうとかね、信じることが難しいみたいな感じなんですよね。ちょっと集中力がね、足りないんですかね。アドバイスいきましょう。本心はね、伝えない方がいい。妄心は避けましょう。っていうか、しないでください。動きにくくなっちゃうからっていう感じかな。では次、ヤギ座行きましょうか。先週はね、ワンドの3の逆、心もとないですよみたいなカードだったんですけど、今週どうでしょうか。どうでしょう。あら、ソードの10の逆位置です。あら、どう、大丈夫っていう感じですよ。ヤギ座はね、頑張りすぎるからね、興奮状態で間違った受け取り方をしてるかな。悲劇のヒロインぶってる感じもあるかな。なのでアドバイスいきましょう。恨み節やめてください。早く我に返って動きましょう。では次、水亀いきましょう。前回はペンタクルスの10の正位置、やったことが報われますよとかね、いいカードだったんですよね。今週どうでしょうか。今週どうなりますか。バンドの9正位置です。備えあれば憂いなしみたいな感じですよね。あとは神経が過敏になってるんで、注意しなきゃいけないかなって思います。アドバイスいきましょう。考えすぎてしまうんで、神経系かな、注意してください。あと古傷とかね、また痛みやすくなるので注意が必要です。では次、魚座。前回はね、ワンドのナイトの逆、なんか自分をね、見失いそう、危ないですよだったんですけど、今週どうでしょうか。鳳凰の正位置です。いいじゃないですか、魚座さん。なんかね、周りの信頼を得るとか、実績が認められますよっていうようなカードです。アドバイスいきましょう。何があっても大丈夫って信じてください。あとはルール守りながらやっていきましょう。そんな感じかな。
では次、おひつじ座。前回はペンタクルス2の逆引き、ストレスを感じやすい週だったんでしょうね。今週どうかな、今週どうでしょうか。あら、ペンタクルスのクイーンの逆です。追い詰められてそう、なんか頑張っても報われないとかね、そんな風に思っちゃってんのかな。ちょっとアドバイスいきましょう。アドバイスは何かね、今やってることやり方を変えてみましょう。何かが変わるはず。あとは自分を追い込まないでと。なので方法を変える、やってみてください。では次、おうし座いきましょう。前回おうし座さんはワンドの4の逆、怠けやすいとかね、そんなようなカードだったと思うんですけど、今週どうなるかどうでしょうか。ソードの5の正位です。欲張りになってそうな感じがしますよ。自分だけ良ければいいとかね、怠けやすいとか、そんな感じかな。アドバイスいきましょう。アドバイスはちゃんと作戦を練ってくださいよと。あとは甘い考えは捨てて正直に受け止めて行動しましょう、そんな感じですね。では双子、前回ペンタクルスのナイトの逆、こだわりがね強くなっちゃう感じかもしれませんよだったんですけど、今週どうでしょうか。あら、ソードのキング逆位置です。ちょっとね、おうし座さんとね似てる状況なのかなって思うんですけど、自分こそが正しいとかね思ってるところどっかにあるかもしれないですよ。自分に必要なかったら排除しちゃいとかね、物も人もね、そういう状態になりやすいので気をつけてください。アドバイス、思いやりですよ、思いやり。あとは極端な行動は NG、そんなようなカードです。では次、カニ行きましょう。前回はね、カニ座さんはねマジシャンの逆、物事が進まなくて今一つかもしれないよっていうようなカードだったんですよね。今週どうでしょうか。あら、ソードの6の逆位置です。投げ出したいとかね、そんなようなカードですよ。何か後悔してるかもしれないですね。なのでアドバイスいきましょう。アドバイスはもう自分がダメだなんて思う必要はなくて、こう逃げてもね変わらないからっていうことで、頑張ろうっていう気持ちに変えてください。前向きっていう気持ちが大事になります。では獅子座、前回はペンタクルスの3の正位置で、何かこれっていうもののこだわりとか完璧にしようとかっていうね思いが強かった時期じゃないかなって、そんなカードだったんですけど、今週はどうでしょうか。ジャスティスの逆位置です。こだわりが強すぎたのか、ちょっとね今週もそんなような考え方がね引き伸ばされそうですよ。誰かに対して間違ってるってね思ってたり、それかどこかやましさ、そういう気持ちが出てきてるかなっていう感じです。なのでアドバイスいきましょう。都合のいい考え方はやめてくださいよと。バランスを取り戻してください。体のバランス、人間関係のバランス、ちょっと見直しましょう。では次、乙女座行きましょう。前回はねペンタクルス9の正位置で、自信がつきますよっていういいカードだったんですよね。今週どうでしょうか。今週どうですか。ワンドの10の正位置です。なんか抱え込んでる、やっぱ真面目ですからね乙女座。今気が重いとかね、やることが多くて心身ともに疲れてんじゃないですか。アドバイスいきましょう。辛かったら周りの人に相談してみてくださいよ。役割分担してみてもいいんじゃないですか。抱え込みすぎてると思われます。では最後、今週皆さんに伝えられるメッセージはこちらです。はい、アドバイスはこちらです。ペンタクルスの5の正位置になります。こちらのカードは今あるものに感謝をしてくださいねと
例えばいつも食べられてるご飯だとか、あとは家族とかね、友達、恋人とかね、感謝しましょう。うん。もう一個、自分を蔑むことはやめてくださいねって言ってます。今ね、彗星がね逆行中なんで仕方ないよねって思ってください。自分たちのせいでは 100% ないですよ。なのでそういう時期なんだって思っていただければね、いいのかなと思います。では最後、僕ねカミールで占いをやってます。気になった方は概要欄見てください。ぜひぜひ、あとツイッターとかインスタグラムもやってますんで、フォローの方よろしくお願いいたします。ではまた更新いたします。ありがとうございます。